皆さんこんにちは。今回はですね、横浜なごみさんの新商品桜ホットケーキミックスを作ってみたいと思います。はい、ボウルに入れました。こんな感じですね。それとこの卵を1個入れます。はい、卵をパコンと入れました。はい、あれ一応ですね、ここに用意するものと作り方が書いてあります。で、そのホットケーキミックスと卵を1個入れました。お水を入れます。それで溶きます。かき混ぜたのをここに入れます。よし、はい、こんな感じで入れますね。一応ね、今焼いたんですけど、これ3段にしました。でね、いちごとホイップを乗せます。こんな感じでできました。そうですね、いちご桜ホットケーキミックスですね、これね。うん、あ、すごいね、桜の匂いします。桜の匂いがね、横浜なごみの桜ホットケーキミックス、うまそうだ。あ、ちょっと蜂蜜があるんで、蜂蜜ちょっとかけてみますね。蜂蜜かけましたね。完成でーす。横浜なごみ桜ホットケーキミックス1号です。横浜なごみの桜ホットケーキミックス、いい桜の匂いがすごいですね。じゃあちょっといただきますね。はい、いただきます。いただきます。よいしょ。うん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 、桜の味します。うん、確かに桜の味ですね。まあ、桜を食べたことないんですけど、まあ、桜の味がしましたね。うん、美味しいです。ということでね、横浜なごみの桜ホットケーキミックスでした。これはヤフー横浜なごみショップで販売しております。以上です。ありがとうございました。さよなら。